皆さんこんにちは、しおとめはじめです。今回はスペーシアの新塗装について皆さんに紹介していきましょう。スペーシアが東部公式より塗装変更することが発表されました。以前リニューアルする際に結構塗装が増えましたよね。なんかいろんなカラーリングが誕生しました。ですがさらにカラーリングが増えていくそうですね。今回はそんなスペーシアの塗装変更について皆さんに紹介していきます。公式のプレスによると、東部100系5編成、ちなみに資料に細かく書いてあって、なんと102編成、105編成、107編成、108編成、109編成の5編成ですね。この5編成が登場当初のリバイバルカラーになることが判明しました。本年度は2編成をこのリバイバルカラーにするそうです。要するに2022年の春頃までに2編成が復刻塗装されそうですね。また101編成だけなんか別枠でリバイバルするそうです。一応リバイバルだそうですが、今回の紹介していくリバイバルカラーとはまた別のカラーだそうですね。復刻内容は登場当初の塗装になるって感じのリバイバルカラーです。このカラーリングって実は一旦リニューアル工事によって変わっちゃった結果消えちゃったんですが、また復活したって感じですね。まさかこういうタイミングで復活するとは思わなかったのでちょっとびっくりですね。裏を返せば東部100系がそうそう引退するっていう証拠かもしれませんね。まあこのことについては後で紹介しましょう。ただその一方で今回のこの塗装変更によって残念なお知らせもあります。それは南編成が消えちゃうってことですね。実を言うと今回のリニューアル対象は南編成だけ全編成っていう感じでした。他のカラーについては更新対象外の編成もあるんですが、なぜかこの編成だけ全編成対応って感じで、単純にもしかしたら検査技術になんか塗装を変えていくとかそういう方針かもしれませんが、運悪く残念ながら南編成は全部塗装が変わっちゃうそうで、なんか消滅するそうです。ただ一応日光モーデスペーシア、あの黄色の編成ですね、こちらについては2編成の酵素なんで、まあ、もしかするとこの黄色の編成どちらかがこの南編成にまた変わっちゃうという可能性もゼロではありませんが、まあ、どちらにしろ残念ながら日光モーデスペーシアとかが変更されないか、もしくは対象編成が急に変わらない限りは残念ながら南編成消えちゃうっていう可能性があるんですよね。新しい塗装が1編成増えると思いきや結構今回対象が多かったんで、その結果南編成はなんか逆に消えちゃうっていうちょっと残念なお知らせも隠れてました。ちなみにこの南編成が消滅することについては特にプレスリリースには書いておらず、残念ながら登場してから結構年数も経ってるんで、塗装変更が改めてされて南編成が復活するかって言われたら結構怪しいんで、記録をするならお早めにって感じでしょうか。今回東部100系スペーシアが塗装復刻することが判明しましたが、今回の変更によってこういったツーショットが撮れますね。例えばこのツーショットでは日光モーデカラーと登場当初のカラーが並んでますが、実はこういう組み合わせってなかったですよ。この日光モーデカラーって一旦リニューアル塗装が終わった後に実施されたんで、原色との元々の最初の組み合わせとはなかったですね。だから実を言うとこれまでリバイバルカラーとこの黄色カラーっていうのは運行時期がギリギリ被らずに残念ながら運行されなかったですが、復刻によって実質的にこういう並びが見れるんですよね。結構細かいかもしれませんが、東部ファン的には面白い話かもしれません。ですがその一方で東部100系は引退しようとしている様子があるのも事実ですね。実際東部100系って登場してから今年でもう30年以上経ちますし、特急列車ですがリニューアルも1回して2025年ともなればそっからでも結構時間が経ちます。またリニューアル時期にも特に VVVF の更新等はされなかったですよね。実際電車って VVVF を更新してなんだかんだ言って長期間運行することがあるんですが、この電車については登場から30年以上1編成タイトも VVVF を交換されていません。特にこの電車は初期の GTO VVVF を積んでいるため非常に結構古いですよね。東部のことだからもしかすると結構予備の部品が残っているかもしれませんが、とはいえさすがにちょっとロットが切れてから割と期間は長そうですし、いつこういう部品の寿命が尽きてもおかしくありません。またこういう風にリバイバル塗装するってことは、これまで走っていた電車を振り返って感じで、もしかすると今後廃車になることを見越してなんかもうこういうことを先にやっちゃったっていう可能性もあるんですよね。東部ってやったら8000系とかその他6050系とか色々となんかリバイバルカーをすることが好きな会社ですが、一方で一部編成についてはカラーが変更されても結構長く走るケースがあったりして、東部のことだから、まあ、分かんない点もありますね。案外と GT のまま50年ぐらい走ったりとか、スペーシアからは引退しても両防号がもっと古いんで、両防号の古い編成を交換してまだまだ走るっていう可能性もゼロではありませんね。一応車体とかについては
同じ時期に使ったんですが、東武200系って足回りの一部がデラックスロマンスカーのめっちゃ古い部品を使っていて、平成次第では車力上一応なんか60歳を超えてるっていう化け物もいます。さすがにちょっとあの電車古いんで、もしかすると後継スペーシアが誕生した後にこの旧スペーシアが両方とかで運行された可能性もあるんですよね。またもしかしたらなんか足回りだけ使い回されて車体は新しくなる可能性もありますが、結局どうなのかいまいちよくわかりません。ただこれまでの歴史からなんかリバイバルカーができたら消えちゃうっていう傾向も結構あったりするんで、そもそも結構寿命も近かったりするんで、割とこういう話っていうのは現実的かもしれませんね。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は東武スペーシャル100系がリバイバルカーであることについて皆さんに紹介しました。東武100系のリバイバルカーが誕生するってことが分かったんですが、まさかのこれ雅編成が消えちゃうっていう弊害もあったりして、結構またまたなんかカオスなことになりそうですね。また他にも101編成が別柄になるそうですね。ちなみに今回はなんか視聴者が動画を短くした方が再生数が伸びんじゃないかっていう警鐘を兼ねて、あえて動画時間を結構短めに作っています。もしもこの長さが不評だったら、いつも通り10分から20分くらいの尺の価格で作っていこうと思います。というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際ぜひクリーミーっていう単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来の推測情報についても発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーでもまた別の会場リバイバルカーについて紹介しましょう。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして西武を復刻塗装することを紹介しましょう。レオライダーこと西武山口線を走る西武8500Sが、なんと復刻塗装がされますね。こんな感じでなんか、茶色とベージュっぽいカラーでしょうかね。昔の東武の座席指定車とかでもあったような。まあ、東武の反射させておき、一応なんか昔西武線で1960年走っていた古い電車のカラーをなんか再現したそうです。さすがにちょっと私も、この時代はちょっと古すぎて、私はちょっとなんかあんまり実感が持てませんが、一応なんかこんな古いカラーで、なんか復刻しましたよっていう合図だそうです。ちなみになんか、もともと走ってた列車は、なんかツートンカラーで、上半分がベージュ、下半分が、なんか黒っぽいカラーでしたが、今回復刻する場合は、屋根についてもなんか茶色っぽくなそうですね。復刻元のカラーについては、屋根側が一応なんか灰色っぽいカラーでしたからね、ここもなんか再現した方が良かったんじゃないかなっていう風には、細かく見ると思っちゃいましたね。大人の都合上ちょっとこの、新しい復刻塗装は、こちらの方で紹介しましたが、どうでしょうか。今回はちょっと動画が、短くなるとどういう風に再生数が変わるのかっていうテストも書いてるんで、ここで終わりにしましょう。もしも長さについて思うことがあったらコメントを書いてくれると嬉しいです。というわけで今回の負けは終わり。